小危険電圧が異常な魚トップ3痺れ絶滅危惧種に指定されている a 7 0から8 0ボルトの電圧を出すビリビリと麻痺するか少し痛い程度なのだ古代ローマ時代には適度な電気を利用して手術の麻酔や出産時の痛み止めに使われたのだすごく生臭そうな手術ね電気ナマズ4 0 0から5 0 0ボルトの電圧を出すもし電気ナマズの放電を食らってしまうとかなり痛いのだこの電気を使って餌を取ったり 身を守ったりする分厚い脂肪の層が絶縁体の役割をしていて自分は感電しないでもたまに自分も感電してきせしてしまうのだなんだか間抜けな魚ね電球ウナギ500800ボルトの放電をする放電されたらワンちゃん死ぬのだ倒し方窒息させる電球ウナギはエラを持っているが空気中から酸素を取り入れないと死んでしまうのだ窒息させる前に感電しそうね